魔物と同じ檻の中か。これでセキュリティに引っかかったな。森林監視大隊が動き出す。覚悟はできてますよ。頼むぞ。休むぞ。何を焦ってる？いや、何に苛立ってる？ルシカ、スノーか。あいつと何があった？ライトさんに話しても。私はお前のバックアップだ。母さんが死んだんです、あいつのせいで。あいつのせいなんです。思い知らせてやりますよ。今は無理だけど、強くなって必ず。だからついてきたんです。あいつが巻き込んだんですよ、僕らと。それにセラさんも。許せるわけがない。
それ僕でも使えますか？お前には重すぎる。ルシになったからこのバカと結婚だ？話が全然通ってない。つくならまともな嘘にしろ。それに本当にお前がルシならば始末するのが私の仕事だ。お姉ちゃん、バカバカしい。最低の誕生日だ。おい、セラ、なんで信じてやらないんだ。誰が信じる。偶然ルシにされてそれで結婚だと。姉さん。誰が姉さんだ。寝言は寝て言え。セラを一人にしたいのか。分かった、セラは俺が守る。どういうセンスだ。番組の途中ですが、緊急政府広報をお送りします。昨日深夜、臨海都市ボーダムでパルスのファルシが確認されました。政府はファルシエデンの承認のもと、先ほど非常事態宣言を発令。これによりボーダム全域は無制限に封鎖されます。繰り返しお伝えします。昨日深夜、臨海都市ボーダムでパルスのファルシが確認されました。政府はファルシエデンの。私が一人にしたんだな。この人たちって。運がなかったな。ルシを始末して。手柄を立てたかったんだろう。これじゃかわいそうです。同情をよせ。甘い考えは捨てろ。生き延びたければ戸惑うことを自分に許すな。いきなりは無理か。作戦だって考えろ。最優先の目標だけ決めて、あとは目もくれるな。心は止めて、体で動け。迷って立ち止まったら、絶望に追いつかれる。作戦ですね。そうすれば、迷わないんですね。ノラ作戦、そういうことにします。ノラ、母さんの名前です。復讐か。分かってるんです。あいつに復讐したって母さんは帰ってこないし。分かってますけど、ごめんじゃ済まないんですよ。殺したのはスノーじゃない、政府だ。あいつをかばうんですか。
事実だ。だったら政府とも戦いますよ。ライトさんと一緒に生き延びて。闇を抱えている人を責める資格はないと思う。だって私の心にも残酷な闇がないわけじゃない。